始まりました、リハ YouTube ライブ、イエーイ。みんな見てますか？こんばんは。はい、リハです。 YouTube ライブ生配信でお届けしております。見えてますか皆さん？コメントも、お待ちしておりますので、ぜひチャットができるんですもんね。はい、チャット、あ、チャットもまだかな、まだかな、まだかなって言ってくれてる方もいますね。マルハさんありがとうございます。お待たせしました、始まりました。今夜はアルバムリリース前夜ということで、前夜祭スタジオライブをやっていきたいと思います。イエイイエイ安田大サーカスはい、ということで、どうですか、なんかフラゲとか今日したよなんて方いらっしゃいますか？でも今回はなんか先行販売っていうのを初めての試みでやらせていただけたので、なんかね、札幌だったり横浜だったりの方はそのね、先行販売でゲットしに来てくださいましたよね。ありがとうございます。はい、ちょっとコメント見てみようかな。こんばんは、ゼロさん、今中さん、チャチャッとチャット北海道からこんばんは、佐々木さん、ありがとうございます。生で見れる、稲田子さん、生ですよ、生配信だよ。いや、前回はもう本当にいろいろね、大変だったじゃないですか結局 YouTube 生配信ができなくて LINE ライブに切り替わってお届けしたんですけど、その前回はそれがあったからリベンジさせてくださいって言ってね、配信しました。そして今回は年明け2020年、さらにグレードアップしまして、今日照明もねバッチリあるし、もうカメラもなんと3台あるんですよ。すごい、2台3台3台、すごくないですか？あ、こっちか、イエーイすごいですよ、かなり豪華なカメラ3台なんてすごくないですか？だからいろんな角度からね、リファをお届けできるんじゃないかと思います。お付き合いください。はい、まさきちさん、明日海老名に買いに行きます、ありがとう。発売日当日にね買ってくれるということで、作藤さん、もう禁句じゃないからね。そうだよ禁句になっちゃうかと思ったよ、 YouTube って言葉が、 YouTube 生配信っていう言葉がはい、星勝也さん、すげーって言ってくれてるありがとうございます。グレードアップしていってますからね。次何しようかね、もう次もうプロジェクションマッピングみたいなそんな期待はしないでください。ということで、みんな、今日はねコメントもいっぱい拾っていったりとか、楽しい回にしていきたいなと思っております。ライブもします。今日はねここにギターもある通り、ここにウィンドチャイムがある通り、もちろんライブもしますので、ぜひ楽しんでいってください。そして今日は実は強力な助っ人が来ております。もう皆さんの視界にも入っていると思います。私の裏側全てを知っている、最近乾燥がひどくて鼻の中が痛いっていう風にね嘆いていたりとか、こう忙しくなるとこのちょんまげの部分がどん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 高くなって、もうなんか黒柳徹子さんみたいになってしまう、そんなトピコでーす。イエーイ、はいはい、トピコ、はい、トピコ初登場です。こんばんは、はい、今回からトピコっていうね、方をお招きしましたので、トピコにね、出たくなかったんですよ今日トピコそんなこと言わないで、みんな喜んでくれ、リリース前で忙しいしさ、待って、ちょっとこのアングルいろいろ見えちゃってるね、トピコのそんなところも楽しんでいただけるかな、今日は手作り感で、はい、お届けしていきたいと思います。トピコってみんな言ってますね。トピコ喋るよ、トピコ喋ります、喋るんだよ、はい、今日はねトピコがいろいろ私のサポートしてくれますので、それはどうかわかんないけど、
ハイディホー、ハイディホー。リハのね、いろんなこと突っ込んでくれたりとか、こんばんは。私が変なこと言ったら突っ込んでくれたりとか、あと私が忘れたところをフォローしてくれたりとかきっとしてくれると思うので、心強い助っ人です。トピコよろしくお願いします。お願いします。頑張ります。よろしく、はい、よろしくちゃん、よろしくちゃん、よろしくちゃんです。ちょっとチャラめ、トピコ。そんなことない、昭和生まれですから。トピコは昭和生まれです。昭和ギリギリの昭和のこと昭和って言うから、ちょっと みんなと発音違うから、もうそこがプロっぽいでしょ。昭和のプロ。昭和代表で、はい、今日は昭和代表で、もう令和ですけどね。令和代表で、だいぶだいぶ過ぎましたね。ハイディホー、はい、ハイディホー言ってくれてる。みちさん、ハイディホー。まいまいさん、可愛いんだけどトピコ。ありがとう。はい、じゃあトピコ進みましょうかね。そうね、はい、うん、アルバムリリースですよ。本当におめでとうございます。ありがとうございます、ね、こんな日が来るとは。ね、トピコも頑張ってくれたおかげだよ本当に、ね、本当に。うん、はい、ね、なんですけど、うん、まあ、せっかくアルバム発売したいよね今日ね。まあね、一応フラゲ日だけど ね、 ね、みんな先行販売も含めて、はい、うんうん、手に取ってくれた人も多いと思うので、手に取ってくれた方もいらっしゃる。じゃあちょっとお祝いを。お祝い、あの、はい、はい、私から。え、トピコから。はい、なんだろう、お祝いの品を、はい、ちょっとお渡ししようかなと。いただけるんですか、はい、そんなサプライズプレゼント。飲んだらいいじゃん。トピコありがとう。飲んだらいいじゃん。飲ませる の、 飲んでないのに酔っ払ってるっていうのが売りな私なのに酔わせるの。これがどういうテンションなのかっていうのに、ね、ちょっと皆さんに。本物じゃないこれ、うん、お酒。あ、本物のシャンパンですね。本物シャンのパンですね。シャンパン、シャンのパン。じゃあいただいちゃいますね。皆さんもなんかね、あ、みんなも用意して飲み物。じゃあみんなが用意できるまでちょっと待ってるから、乾杯。ちょっとコメントとか読んで待ってようかな。今日パン、ん、パンシャン。飲ませるんや。シャンパーニュ、シャンパーニュっていうの。リファさんと飲み、リファちゃんと飲み会してみたいって言ってくれてます、 KR さんが。泡ですか。泡ですね。泡って言いますね。あ、2の大人は泡って言いますよね、シャンペーンのこと。シュワシュワとかね、はい、あ、シュワシュワって言うことあるんですか。へえ。大人はシュワシュワって言う。大人はシュワシュワって言うんだ。名前かな、うん、昭和はシュワシュワ。昭和は、うん、あ、あ、怪奇現象。リハが動き出した。そんな初回版が初回版がちょっと動き出しましたね。どういうこと。あ、ここ行ったのか。皆さん準備してくれてますね。缶ビール、麦茶、いける、リボンシトロン。え、リボンシトロン16茶、お水。YM さん、リボンシトロン冬眠ですね。用意したかな。じゃあそろそろ行きましょうか。はい、はい、始まりの Who You Are リリースおめでとう。乾杯。やったー、乾杯。 Cheers。 あ、本物じゃん。美味しい、美味しいです。どこのですかこれ。格安。格安。格安。それ言わない方が良かったんじゃない。美味しいよ。ちゃんとしたお店で買いました。はい、すいません、ちょっと飲んでるとこ申し訳ないんですけど、一番最初に弾き語りで始めるっていう情報があったんですけど、あれそうだっけ、飛ばしちゃった、はい、一発目。本当だ、完全に飛ばしてますね。してもらえたらなと思うんですけど、はい、じゃあ乾杯もしたところだし、はい、歌いますか早速。はい、怖いな、ちょっと倒れたら怪奇現象起こるからな。トピコは私が想像していたよりテンションが低いですね。
そういうキャラなんですね。こんなピンクの体してるくせに。じゃあ、いきますか。今日始まりましたということで、ご挨拶も兼ねて、聞こえてますか皆さん。今回のアルバム Who You Are に、収録されている曲を今日歌っていきたいと思います。リファ YouTube ライブということで、やっぱライブねしないとね。それでは聴いてください。 You are my road。 You are my road, always there for me. You're strong in the right way, gently. You are my road, always meant to beKnew it'd be a special company. You are my road whenever the sky is pouring rain. I hear the voice inside my head. You are my road. I found myself ありがとうございます。 You are my road 聴いていただきました。今回のアルバムの10曲目に収録されている曲です。いろんなところでラジオだったりとか、いろんなところで流していただいていたりするので、このアルバムといえばこの曲みたいに、ね、なっていると嬉しいなと思いつつ、北海道では結構最近マリモって曲もねたくさんラジオで流していただいてます。やっぱ北海道のこと歌ってるからか、なんかラジオのリクエストとか多いですよね、マリモが。マリモ聞きたい、うん、マリモ聞きたいってあります？誰が？トピコが？はい。トピコからのリクエストだったの。マリモもちょっと軽く言ってみちゃいます。ちょっとあまりにも違うテイストですけどね。まだマリモ聞いたことないっていう方もいるかもしれないですもんね。
皆さんマリモってご存知ですかね。北海道の阿寒湖に生息している特別天然記念物マリモ。今も息を潜めている手つかずの領域を守る。ほらほっとくとペルフェクト、でも手に入れたいならばいて、でも手に入れたいならばいて、これがマリモです。めちゃくちゃこうラテン系のノリで、作りました。ぜひまだ聞いたことないという方は音源聞いてみてください。めっちゃ楽しい曲です。いいね、伸びやか。ガラガラさん、ガラガラガレージさん、あ、皆さんいいですね。アオヘルさん、三好と三好おときさん、シーと言ってくれてますね。レイニーさん、ウノドストレス。そう、今回のこのマリモって曲もそうなんですけど、すごいみんなでこう掛け合いできるパートがねあるので、ぜひワンマンライブツアーにも参加していただいて一緒に歌いたいですね、みんなと一緒に。絶対楽しいよこの曲、めちゃくちゃ盛り上がると思います。じゃあ一回ギター置こうかな。よいしょ、はい。さあ歌ったことだし、じゃあ次は、あ、これかな。じゃあ今日ね、ちょっと、はい、トークをトピコが明日の発売日なので、はい、いろいろちょっと楽曲にまつわる一問一答トーク、イエーイイエーイ。トピコのテンションちょっと上がってきたぞ。ちょっとね、お酒入ってないんで。トピコもシャンパン飲んだ方がいいんじゃないですか。シワシワね、シワシワを、うん、これね、中に紙がいっぱい入ってます。その箱どっかで見たことあるけど、うん、見たことありますね、うん、結構あの底がやばくなっちゃったやつですね、一回。そうよく見かけますね、リファのライブ会場で。それに手を突っ込んだことがある人は多いんじゃないでしょうかね、はい、うんうん。でこれをどうするんですか。カードが入ってます。はい、いっぱい入ってる。1枚引いて、はい、読んでください。わかりました。じゃあいいですか、もういっちゃって、いっちゃってください。はい、ではカードトークしていきたいと思います。まあこの他にも皆さんのね質問があれば答えていきますので、どんどん質問投げかけてください。トピコが拾ってくれます。はい、引きました。こちら、ででんででん、一番テンションが上がったクリスマスプレゼントは、あ、これはかっこ This is Christmas って書いてある。これはススに私の曲にちなんだ質問なんですね、全部。そう、っ言ったよね、全部、うん、そうなんですね。これは This is Christmas っていう曲の質問ってことで、一番テンションが上がったクリスマスプレゼント、すごいちっちゃい時にもらったやつがやっぱり嬉しくって、なんかみんなわかるかな、なんかね、こうでっかいおもちゃをもらったんですよ、サンタさんから。なんかでっかいやつで、なんかこう4人ぐらいで遊べるやつで、
なんか弾がね、どんなんだったっけな、なんか弾をピンってこう弾き飛ばして、なんかこうゴールに入れてくみたいな、なんかなんていうの、そういうちょっとしたボードゲームじゃないけど、なんかそういうやつがね、私がちっちゃい時に流行ってたというか、 CM で見たの、テレビので、めっちゃ欲しくなって、したら家に届いて、それが一番嬉しかったかもしれないあれもらった時めっちゃ嬉しかった。ちょっと物が全く想像できないんですけどいや私の同い年ぐらいの人だったらわかると思う、多分わかっ、皆さんわかってる、わかる、あほらレイニーさんとかわかるわかるって言ってくれてるよ。ブタミントン、ブタミントンっていう名前ではなかったと思うんだけど、私の、記憶だと、なんか玉が、その弾き飛ばす玉が緑で、そのなんかそのマシーンというかゲーム機は黒だった気がするんですよね。あれなんていうゲームだろう、わかんないけどでも昔はそういうのいっぱいありましたよね、ボードゲーム的なやつとかね。わかるっていう人いるよ、ちょこちょこ。マイマイさんとか、ちょっと名前を、そのゲームの名前がわかる方、みちさんわかるわかるわかる人結構いるよ嬉しいんだけど、めっちゃこの謎のやつを分かってくれるのが、なんかもうすごいですね。それではどのくらい遊べたんですか、うん、でも言っても小学生の頃かな、気づいたらもうどっか行ってましたねどっか行っちゃったね、嬉しかったけど、うん、あとね、ドラムセットもらったお父さんに、ふトピコのテンションが突然そうそうそう、子供ドラム、いやめっちゃでかいやつ、ちゃんとしたドラム、ちゃんとしたのをから始めた方がいいってお父さんが言ってくれて、そうドラムセットもらいました。でも結局なんか4ビートみたいなのしか全然できなくて、なんか習ったりもしなくて、で結局ドラムはまだ実家にないかな結局人に譲りましたね。ギター弾きになったってことで、はい、そうそうそう、次のトーク行きましょうか。ドラムはできない、はい行きましょう次のトーク。これなんかトピックを歌ってよ、この間に、まあ、なんかこう撮る時の歌、てんてん、なんかちょっと歌は事務所的に NG なんですよ、ね、でん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 みたいなてん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 てるてんてんてんてるてんてんはい撮りました、はいじゃじゃん、はい、Don't get it、 男の人のここが Don't get it なこと、はい。ちなみに Don't get it ってどういう意味ですか。 Don't get it っていうのは Don't get it、 あ、no no no Don't get it、 Don't get itいい感じですね。 Don't get it、 Don't get it、 Don't 元気になってる Don't 元気ってなってますもうトピコったら、これちょっとあんま触ると怖いですね、危険ですね、ちょっと優しくしてトピコったらはい、ね男の人が、男の人がどういう意味ですか。あ、意味は意味はもうわけわかんないっていう意味です。 Don't get it、 意味わかんないっていう意味です。 I don't understand it みたいな、 I don't get it ですね。だから男の人のここがわかんないっていうのは、なんかまあ、人によるとは思うんですけど、私の、まあ、お父さんとかもそうかな、なんか相談を全然しなかったりしないですか、友達に相談しないみたいな。なんか友達とか、友達はいるし一緒に遊んだりするけど、なんかねえ、なんかこうすごいなって思います。なんか相談とかしなかったり、特定の大親友がいない人とか多くないですか、男性で。どうかな、私の周りだけなんかそういうイメージあるんですよ。だから男性の一人で、うん、一人で抱え込む人がすごい多い気がする、男性は。これ見てくれてる男性、友達いない、うん、
っていうこと。いやいや、男性あるあるなのかなって私は思ってたんですよね。なんかどうですか、割と一匹狼が多いってことですかね。うん、男の人なんかこう一人で抱え込む人が多い。あ、ゆうゆうさん、あ、プライドかな、だって、うんうん、確かにプライド高いのかな。高めプライドなのか、なんかこう強がりというか本当に強い人が多いのかな。なんかこうね、我慢強い人とかも多そうですよね。日本男子藤木さん多いですってやっぱ書いてあるよ。お友達が多いんですかね。あ、いや、そういう男性が多いってことじゃないですか。なるほど。あとは、うん、男性でここがわからないって、なんかゴミとかをゴミ箱の蓋の上に置いたりする人。え、そこ開けて入れればいいじゃんみたいな。男女問わずそうする人はそうするじゃん。でも基本的になんか男性で部屋汚いってなんか、まあ、男の人多そうじゃないですか。まあ本当に人によるとは思うんですけど、もう本当潔癖みたいなぐらいのめっちゃ綺麗好きの男性がいるのももちろん知ってるんですけど、でも割となんかこう気にしないみたいな方って男性で多いなって思ってて、自分の部屋だったりとか、あとまあもしかしたらこう昔ながらのこう流れでこうお母さんが結構掃除してくれてた人とかで、家事とかさ女の子の方がなんかお母さんの手伝いとかするじゃないですか、多分ちっちゃい時とかなんかこう率先してなんか手伝うよみたいな、あとお父さんになんか女なんだからほらやりなさいとかってね、なんかそういう人もいたかもしれない、こう昔の流れでね。で結構やっぱ家事できる女の人は多いっていうのはもう普通に一般的にありますよね。で逆に家事できなかった、料理できなかったりとか部屋片付けるの苦手な男性が多いっていうのもなんかその辺から来てるのかなって私は勝手に想像してるんですけど、それで言うとなんか本当お菓子ボロボロこぼしてそのまんまにしてたりとか、こう、うんうん、布団の上でなんかポテトチップス食べてパッパッパッってなんか床に落としてなんかそれで OK みたいな男子とか多くないですか多分。結構批判的なコメントが多いですね皆さんね。 あれそれはないって、あ、それないか、マルハさん私の周りだけかな、うん、ゼロさ んゴミはちゃんと捨てると。あ、本当、うん、なんか靴下とかだって脱ぎっぱなしでこれ誰が拾って洗濯してると思ってるのとかさ、西野カナさんも歌ってたりするじゃないですか。でそれがめちゃくちゃ女性のね共感をね呼んでるわけですよ。うんうんうん、だからこうゴミもう爪切った爪なんかその辺にこう置きっぱなしとか、あとあれ爪をこうやってなんか剥がしてこう指でちょっとこう割れた爪からピピピピピって剥がしてポンって机に置いてあったりしませんか。この爪のカスやだ捨ててよみたいな。ないか、みんな綺麗好きな男性が多いのかな今日は。どうなんでしょうね。あ、そう、もちろんねガサツな女性もいますよ。私とかも結構雑ですよ。靴下ポンってやる時も私ももちろんあるしね。ゆうちゃん、うちの息子だそれとか言ってくれて共感してる人もいますね。うんうんうん、おいむさん、それをしたら怒られたとかね。なるほど。そうなんかゴミを並べたりしますよね。あとなんか、ね、なんで並べんの、捨てればいいのになんで並べるのみたいな。どういう男性とこうやり取りをしているんですかね。私の友達だったりお父さんとかは結構綺麗好きとの逆なのかもしれない。なんか許容範囲が広いんですよね。なんか羨ましい逆に。許容範囲、綺麗にしてくれる、誰かが綺麗にしてくれるとか奥さんとかが綺麗にしてくれるんだろうなっていう、うん、甘えのもと、うん、でもそれを奥さんが男性を転がしているというそういうこう図式が成り立つじゃないですかね。あるのかなそういうのも。うねえ、はい。じゃあ次行きましょう。ちょっと収集つかなくなってきたんで次行きましょう、ね、結構盛り上がっちゃった、うん、はい。
で、なんだっけ、テン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 最近自分がファイターだなと思った瞬間、そうだな、ファイターなんか あったっけ、戦ってるなーって、あ、昨日月曜日だったじゃないですか。でなんかね、ノーミートマンデーっていうキャンペーンが、結構世界中で有名なキャンペーンがあるらしいんですよ。でなんかそれは環境に、あの環境の、環境汚染を減らそうっていうキャンペーンの一環の一つなんですけど、でこうお肉を食べないことで、そうなんか お肉をいっぱい食べると環境汚染に実はつながってるんだよっていう、そういうそういうのが、いろいろね勉強していく中で私も分かって、でも私お肉大好きだからもうほぼ毎日食べてるんですけど、でもそのノーミートマンデーっていう、もう月曜日だけお肉をちょっとやめてみようみたいなキャンペーンがあって、でそれをあのみんなね、あの個人的にやってる人たちがいっぱいいるんだって世界に。だから私もちょっと環境のことを考えてるし、やってみようと思って昨日やったんですよ。それはめっちゃ頑張りました、戦いました、欲と自分のもう食べたかった、お肉大好きなんだなと改めて思いましたけどね、お肉の味が。でもそんな自分に打ち勝って昨日はお野菜のみで過ごしました。でもちゃんとなんかお腹いっぱいになったし、すごく食べ終わった後はあお腹いっぱい美味しかったってなれたから、あなんか月曜日だけはそういう風にやってみたり、1週間ね、7日間のうちの1日くらいそういう風にやっていってもいいかななんて思って、ちょっともう昨日始めたてなんですけど、ちょっとだけ意識してあのやってみようかななんて思ってますそれ結構戦った、本当に自分の食べたい欲とお魚は大丈夫なんですか？うん、お魚は一応ミートとはフィッシュ取ってないかな、そのキャンペーンの中ではフィッシュですね。フィッシュ、はい、フィッシュミート飛行機で聞かれますね。飛行機で聞かれますね。フィッシュアンミート。フィッシュアンミート。そういう時はフィッシュってことですね。もしそれが月曜日だったら私はフィッシュと答えるかな。なるほど。うん、はい。ちなみにお肉何が一番好きですか？鶏肉が好きですね。そこラムじゃないの？北海道民なの。ああラムも好き。捨てがたいけど鶏肉が好きですね。ゆうさん休肝日みたいな感じねと。休肝日。あそうそう。お酒やめるみたいな。ただそのノーミートマンデーをすると、まあ、環境のことを思ってする行為って感じかな。自分の肝臓のためっていうよりはあの環境のこう地球のことを思ってするみたいな感じですかね。まあ自分結局は自分のことなんですけどね。なんかそんな思いも今日インスタグラムにちょっと載っけたので、もしよかったら見てみてくださいはい、まだ私も全然勉強中なんですけどね。そんなお肉を昨日我慢した皆さんですけども、はいうんはい、あのそろそろちょっと北海道のノースウェーブに行かなきゃいけない時間が迫ってきているので本当だ、ちょっと早いな。弾き語り歌、そうですね、歌聞きたいですねもうトピコがどんどん進行してくれますね。ちょっと押してますねちょっともうちょっと喉潤していいですか？そしたら飲んじゃってよ。あ、美味しいじゃん格安のシャンパンここでね、格安で買ったいいシャンパン格安っていうお店で買ったいいシャンパンですね。やっぱりいいシャンパンなんだ、美味しいもん。初披露の曲をやっちゃいます。初披露、うん、 YouTube ライブでやっちゃう新曲。今回のアルバムの曲で夢明かりっていう曲なんですけど、ちょっとこの曲を本当にあのデモ
と同じ感じで演奏したいと思います。聴いてください。夢あかり。静かに咲いた希望のカルミア、あっけなく枯れた両手を合わすの、真面目さより才能に溢れてますか、来年も私は自由、自由決まっていない、火薬に火をつけた、嘘つきたいからさ、気にしてないんだと、あからさまを信じてよ、パッとしない夜にふらり誘われるまま暗い道二人で手をつないだ、あっけなくした一人、導火線から焦げた夢明かりが消えてしまったわ。せっかくだからと言おうとしていた、どうせなら徳地橋いた、ああ上から目線で話していませんか、そんなつもりじゃない、違う違う、ごめんと煙を吸い込んだ、嘘つけないからさ、口紅がついてた、吸い殻は捨てたよ、パッとしない夜にふらり誘われるまま暗い道二人で手をつないだ、あっけなくした一人、導火線から焦げた夢明かりが消えてしまったわ。燃えるような恋ではなかった、でも信じた夢だった、全て失った失ったけど満たされていた、どれも全部全部、ずるいよ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 、そんな顔したってもうあの明かりは灯らない、パッとしない夜にふらり誘われるまま暗い道二人で手をつないだ、あっけなくした一人、導火線から焦げた夢明かりが消えてしまう、した一人、導火線から焦げた夢明かりが どうもありがとうございます。うん、緊張した。初披露初披露でした。いい、どうですか、反応は。いい、ありがとうございます。これ誰の曲ですか？これはですね、なんか明日サードアルバムをリリースするらしい、うんうん、唯一無二のハイトーンクリアボイスのシンガーソングライター、うん、RIHWA、ちょっとなんか邪魔してるよ、相槌が。大事なのにここ。本当？リファっていうね、アーティストの曲なんだって。へー、すごい。テレテレテンチャーみたいな、なんか茶番でした。
トピコとリファは茶番が大好きなんだよね。茶番が大好きですね。よくインスタストーリーズでも茶番してますよね、一緒に。ご飯ね、はい、3杯ぐらいいけますね、茶番で。茶番となんか茶碗とかなんかいろいろかかってますね。茶番って言ったらこう、はい、あれね、おみさんってね。ちょっとこれあれ、これ昭和のネタ来たかな。いやいやいや、違う、おみさん、ね、なんでもない、なんでもない、誰。もうそれ置いといて、置いとこう、そういう謎のやつ、ね、ちょっと時間も迫ってきたんでね、ちょっとよ、この勢いにもう一曲いってみませんかね。あ、行っちゃう、ね、オッケー、いいよ。明日発売なんですよね。明日だから、もう今日フラゲだから、もう持ってる方もいるかも、いる、いますね、この世には彼らが存在します。彼らがリファのアルバムを手にした彼ら、彼女らが存在します。はいはい、じゃあそんなアルバムの中から、はい、じゃあいつもライブでやっている通りにループマシンを使ってやっていきたいと思います。はい、シンガーソングライターリファさんが歌います、はい、曲名言っても大丈夫でしょうか。はい、ラブトゥデイ、どうぞお聴きください。あ、いいね、トピコいいね。いいよ、なんかこう手元が見たいという方がいたので、ちょっと一回これ避けてもいいですか。ちょっと、えーい、えーい、この曲にはいらないだろうと思って。オッケー、すっきりしましたね、すっきりファー。それでは行きたいと思います。ラブトゥデイ、気にしない、わかちこわかちこ。ラブトゥデイ、ウーヒーハー、スリーフォー、ヘイ、アイ。
その、なんか足すごいことになってない？これトピコこれどうやって立ってんのこれトイレ行きたいこれ、 これトピコよくこうやって立ってるよね足。トイレ行きたいなあ、そういうことか。ちょっと我慢しちゃいがちなトピコなんですね。我慢強いんですよ。あんまり無理しない方がいいよ、暴行になっちゃう。すごいいい歌ありがとうございます。なんか唯一無二の感じがね、うん、ハイトーンクリアボイスがやっぱ際立ってますよね特にねこの曲ねえ、イエーイというところとかね、すごいですよね。そう、でもちょっとね、あと5分ぐらいでちょっと本当にノースウェーブに行かないといけないので、早い、あっという間でした。ちょっと大事なことを先に、ハイディ方式でやること先にやった方がね、で最後にメッセージ読むっていうね。そう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 、ハイディ方式で、そうそうそう、ね、はい、皆さんこちらです、大事なことです。じゃーん、Whoever You Are ツアー2020が決定いたしております。5月16日名古屋から始まりまして、ダダッといきます。福岡、岡山、ツーデイズ、そして仙台、横浜、大阪、札幌と全国7都市8公演回ります。最後はね、札幌同心ホールということです。ちょっとこれごめんなさい、ちょっと間違えちゃってるんですけど、ホテル、ここホールですちょっと余計な線を2本付け足してしまいましたが、こういうこと、ランドマークホールはい、横浜ランドマークホールです。今回のツアーはこの Who You Are というね、今回のアルバムを、このアルバムを引っ提げて裏紙だった見えだった、
このアルバムを引っ提げて回るツアーです。 Who You Are を引っ提げて Whoever You Are ツアー2020回ります。なんか今まさにこれからねいろんなこと決めていくんですけど、本当あなたがどんな人であっても大好きっていうあなたがどんな人であっても素敵だよっていう思いをね届けたいなと思っています。なので私もどんなリファでも見せたいなと思っております。なんかこうハッピーになれるライブになると思う、そういうライブにしますのでぜひ遊びに来てください。で今回中学生以下の方は2000円となっておりまして、すごくお得なライブになっているので、ぜひこの機会に、若い皆さんカモンということでね、はいぜひもし姪っ子とかねいたら連れてきてください。おいっ子でもおいっ子もめいっ子も連れてきてください。そうですね、チケットはもう先行で先行販売始まっていたりするのでぜひチェックです。ローソンチケットさんで先行してもらってます。はい、はい、今はローソンチケットということでローチケリファで検索してもらえたらいいかなと。はい、はい、ローチケリファ、ローチケリファ、はい、はい、これいつまででしたっけ、ローチケは29日まで、29日まで、はい、はい、急げとということで、はい、まだの人は急げと、ぜひ早めに、うん、もう結構先なので予定組みやすいと思うので早めにぜひチケット取って、そのチケットをね大事にしまっておいて当日お会いしましょうということで、全国の皆さんお会いできること本当に楽しみにしています。いいねいいね、楽しみですね。はい、あとは Who You Are もう一回宣伝しとくか。リリースイベントもね今週末からいろいろ始まるので、始まってますけども、はい、うん、はい、スクショタイムってやつですか。あ、いいですね、スクショタイム。スクショタイムはこのあれじゃないですねこれではないですね。スクショタイムっていうのはちょっと別の媒体さんのやつだと思うんですけどどうこの横画面で、スクショは別にいつでもできるから、スクショタイムっていうのはちょっと違うと思うんです。今週末ですね、1月25日、大阪ですね。はい、はい、大阪行くで、大阪と兵庫に、大阪と兵庫行くで、お邪魔します。ほんま来てな、インスタライブです。大阪が、イオンモール堺北花田12時半からで、兵庫ララポート甲子園17時半、5時半ですね、この日大阪と兵庫2箇所行きます。でその次の日が神奈川ララポート海老名14時からになります。でその次の週北海道ですね、北海道玉光堂イオン千歳店、そして、次の日告知中踊るっていうタワーレコード札幌ピボ店さん、その他、宮城にも行きます、名古屋にも行きます。で大阪ももう1公演あったりとでand more ってことで、その他の地域もぜひいろいろと、ツアー前にお邪魔したいなとねいうことですよね。どうですか私、うん、あ、やばい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 、 ID4 始まる、 ID4 が始まります。この後ラジオ 81.3、 あ、違う、ちょっと間違えた、え、違うよ82.5 だよ、82.5 あと北海道以外の方はぜひラジコで聞いていただいて、じゃあ、はい、リファさん最後に、アルバムの告知をもう一回。はい、はい、今回の Who You Are、 私が、なんか本当にもうなんか生まれたてみたいなやばい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 、私がもういっぱい詰まっています。もうはい、リファもう、なんか出す、せかせないでですね、大事なことだからちゃんと言いますね。今回は本当に、何もこうフィルターを通してないリファだと思います。いろんなサウンドにもチャレンジしていて本当に面白くてかっこいいアルバムになったので、ぜひ聴いてみてください。そしていっぱい聴いてライブに遊びに来てください。皆さんとお会いできること
最高に楽しい時間を過ごすことを楽しみにしています。今日見てくれてありがとう。はい、できました。それじゃあみんな、またね。またお会いしましょう。またお会いしましょう。見てくれてありがとう。おやすみ。ハイディホー。